丸。マイページでは登録した内容の確認や修正ができます。マイページには画面下のマイページボタンをタップして進みましょう。出品中の商品や過去に出品した商品は出品した商品一覧で確認ができます。価格や発送日などを変更したい場合は編集から修正ができます。修正が終わったらプレビューで確認しましょう。下書き保存には修正した内容を一旦保存しておくこともできます。内容を確認したら出品するをタップしましょう。編集した内容が反映され公開されます。下書き保存した商品はマイページの下書き商品に保存されていますので、こちらで確認ができます。下書き状態では公開されませんので忘れずに出品しましょう。複製は出品した商品内容を複製できる機能です。同じ商品だけど入り数や重さだけが違う商品をいくつも出品したいときに、何回も同じ内容を入力する必要がないので類似商品の出品に便利な機能です。同じ商品コードは登録できませんので違う商品コードで登録をいたしましょう。プレミアムプランに加入している方が利用できるのがライブ配信機能です。スマートフォンから商品を動画で紹介できるオプションです。スマートフォンのアプリからフレマルにログインをしましょう。マイページから出品した商品一覧へ進み、ライブ配信をするをタップしましょう。タップをしたらライブ配信管理画面に移るので必要事項を入力しましょう。配信内容を配信動画タイトルに入力しましょう。タイトルは雪で甘みを増した冬野菜の収穫中やぶどう畑の土作り紹介といった、一目で配信内容が伝わってシェフたちの興味を引くようなタイトルをつけていきましょう。配信する動画の内容を配信動画説明に入力しましょう。こちらもタイトルと同じように、この動画を見てみたいと興味が湧くように配信する動画の内容を詳しく説明しましょう。動画のサムネイル画像は飲食店向けページの新着動画一覧などに表示されます。写真を見たシェフたちが思わずタップしたくなるような魅力的な写真を登録してみましょう。すべての入力が終わったらライブ配信を開始するをタップすると画面が切り替わって、マイクとカメラへのアクセスを求めていますと表示されるので許可をタップします。撮影の準備ができたら右上にある配信開始ボタンをタップして配信スタートです。配信は配信終了ボタンで終了します。ボタンをタップすると動画が自動で保存されフレマル上にアップされます。配信時に商品と紐付けて動画をスタートするので、自動的に商品詳細ページに配信した動画が掲載されます。誰でも簡単に自分自身の言葉で商品の紹介をできるのが、このライブ配信の魅力です。
保存された動画はマイページの配信動画一覧のライブ配信管理から確認ができます。配信した動画のタイトルや説明文章、サムネイル画像の変更をしたい場合は編集から修正をしましょう。これまで販売した商品は販売した商品一覧から確認ができます。今までの販売内容や配送状況はこちらから確認することができます。配送した商品や取引中の商品をチェックしましょう。またこちらのページでは商品を発送したら伝票番号を入力すると注文者に商品発送済みの通知が届きますので、注文者もマイページから商品の発送状況を確認することができます。注文者に問い合わせから注文者にメッセージが送れます。やむを得ない理由で配送が遅れる場合などはこちらから飲食店へ連絡をしましょう。売上管理ページでは商品の売上金額を確認することができます。売上のデータはパソコンから CSV ファイルでまとめてダウンロードすることができるので、毎月の売上金額を管理したいときに便利な機能です。購入やリースをした業務用品は購入した商品一覧、もしくはリースした商品一覧から確認することができます。支払い管理で支払う金額を確認しましょう。こちらも支払いデータを CSV ファイルでダウンロードして金額の確認・管理をすることが可能です。売上と支払いの CSV ファイルはスマートフォンではダウンロードができません。必ずパソコンからダウンロードをしましょう。商品が購入されたらやることリストに次に実行しなければならないことが表示されます。例えば商品が購入されたら注文情報を確認して発送してくださいと表示されますので、販売内容を確認して発送の準備をいたしましょう。商品を発送したら注文者に発送情報を連絡するをタップするとやることリストからメッセージが消えます。やることリストは発送から取引終了までリスト形式で表示されます。確認しながら取引を進めていきましょう。メッセージ一覧は飲食店から届いたメッセージが表示されるページです。未読のメッセージがある場合は未読ラベルがついています。必ず確認しましょう。メッセージが送信されたら相手に通知されるのでご安心ください。フォローされているまたはフォローしている飲食店を確認できます。プロフィールにフォローボタンがついているので気になる飲食店をフォローしてみましょう。フォローをするとフォローした飲食店に通知が届きます。同じようにフォローをされた場合も通知がこちらに届きますので、自分の食材を PR したいなと思うシェフにメッセージを送ってコミュニケーションしてみましょう。その他、お届け先住所、振込先口座、クレジットカード情報などもマイページから修正ができます。配送や振込などができなくなってしまうので、登録内容の変更があったらすぐに修正しましょう。プレマルのマイページでは
販売状況の確認からライブ配信まで全ての操作が可能です。わからないことはマイページのご利用ガイドを参考にしてください。マイページを上手に使って全国のシェフとつながりましょう。